はい、皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の、薬王子しげなです。本日はここ豊昇ルームより、日本プロ麻雀協会関西支部の、第1回月例会の、模様を、お送りいたします。まず本日の、解説を、ご紹介いたします。なんか抱いてますけど、初代天鳳朝ピンさんです。はい、よろしくお願いします。ちょっと久しぶりの解説なんで今日は緊張してますが、はい、真面目に、まあ、なんか久しぶりになんか遠慮なく言えそうな、まあそうですね、そう、確かに昨日記憶の知れたメンツというか、そうですね、はい、よく麻雀の話してるメンツですもんね、うん、なんで、はい、もう歯に気抜きせずに、なんて歯に気抜きせずに、はい、はい、解説したいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ですね、この番組はですね、まあ、ちょっとテンプレを読ませていただきますけども、この番組はジャンサク TV さんご協力のもと日本プロ麻雀協会の、有志が集まり、月に、1回対局配信を行う番組です。第1回の、対局者を、ではご紹介させていただきます。では順番にこちらに来ていただきましょう。はい、それでは、まず最初に、角谷プロどうぞ。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。なんかいいことあるんですか？自己紹介の方をまず、はい、していただいて、今日はあのみんなプロ協会の人なんで、はい、まあ、A リーグの角谷ですと言うぐらいですか。どや関西唯一の A リーガーになってしまった。いや、まあ、唯一かどうかは、まあ、あ、そうか、来年、じゃ今年度中は、まあ、今年度中、はい、なるほど、なるほど、そうなんで、そうですね、はい、はい、じゃあ本日視聴者にここを見てほしいというところございましたら、まあ、僕の真面目な打敗を、はい、フラグ立てろやっていやいやいやいつでも真剣なんで、ね、なるほど、はい、分かりました。はい、頑張ってます。はい、ではよろしくお願いします。はい、年末アイコンのライブあるんでよろしくお願いします。はい、では、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ますでは続いて、サイコロ太郎プロよろしくお願いします。はい、はいはい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、それでは自己紹介と本日のここを見てほしいというところをですね、お願いいたします。はい、まあ、今年度中はエリーガーのサイコロ太郎です。はい、心が痛い。3月まではね、エリーガーの、はい、そうですね、リーグ戦で散々ねやられた角谷プロに、まあ、せめてこの場ではリベンジしたいなと思っております。はい、はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。なんかちょっと悲しい感じ。はい、それでは続いて松浦プロお願いいたします。はい、おはようございます。日本プロ麻雀協会の松浦博光です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。審判長、審判長、あ、そうです、そうです、大阪審判部長です。湯川富士のね、審判長ですね。はいはい、そうしましたらですね、同じように、ここ見てほしいというところがございましたら、そうですね、今日19時から開始で僕ら終電があるんですよね。で、3回打つんですけど、なんか対局者で僕だけ神戸なんですよね。みんな大阪で、まあまあ電車なくなってもいいかなみたいな感じなんですけど、ちょっと僕だけちょっと終電あるんで、あ、ヤクルトさんもね、そうですね、そうですね、明日仕事あるんで、はい、麻雀を見ながら、終電を気にする薬王子プロの解説もちょっとね注目していただければと思いますので、そうそう、しらすみたいな、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では続いて最後ですね、田村プロですね。はい、どうもこんにちは。では自己紹介と本日の意気込みをちょっと緊張してたんで、日本プロ麻雀協会、C1 リーグ田村翔吾です。はい、第13期新人王、そうですね、もうなんか去年のなんで、今14期です。あ、はい、でも結構新しい、まあそうですね、去年思ったより新しい。去年なんで、前かも。去年の新人王っていうの微妙かなと思って今あえてスルーしたんですけど、確かに、はい、割と新人王でした。はい、では本日の意気込みというか見てほしいところを一言。はい、そうですね、やっぱり周りの方が先輩でありリーグの上である方ばかりなんで、まあ、そういった方にいかに食らいついていけるかっていうようなマージャンを見てほしいですかね。真面目か。まあ、アディリーグも上であるけれども実力は上の方が上だ。まあ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 、それはまあ見ていただいた方が判断することなんで。はい。って言いたい。はい。見合わせすぎなんですよ。はい。なるほど。ではでは。
ぜひね、はい、見せつけてください。その実力のほどちょっと笑ってるんですね。話しましょう。はい、まではで。そうですね。ニヤニヤしながら。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それではですね、対局の準備がございますので、日本プロ麻雀協会の、ルールをご覧になってお待ちください。はい、対局の準備ができたようです。では、トンチャの方から見てみましょう。トンチャ、サイコロ太郎。うん、いや影を背負ってますね。なんか悲しみを悲しみを背負って、はい、ストレス発散してもらいましょう。そうですね、ストレス発散でここで。はい、続いて、なんちゃ角谷陽介。ああ、なんかちょっと可愛いこぶってますね。俺は残ったぜみたいな。俺はそうそう、このネタあまり触れん方がいいかも。そうですね、ちょっと再三 の心がえぐれていくんで、ね、はい、すいませんでした。続いて、シャーチャー松浦博光。うん、あざとい、あざといなんか何やねん。まあ落ち着いてますね、はい、そうですね、はい、慣れてらっしゃいますね。はい、続いて、ペーチャー田村翔吾。おしぼり拭いてる最中にね。カメラに気づいてないふりをしてますね。あ、はい、はい、一番深くありますね。何歳でしたっけ。24とか、なんかね、のたまわってますけど、本人は本当かどうか分からない。最初年上かと思ってます。はい、それではですね、はい、第1回月例会第1回戦開始してください。はい、さて今日は3回戦の頭取りと。そうですね、3回戦を行いまして、トータルポイントトップのものが、優勝というような、形式で行います。ですので通常の、リーグ戦とは違って、まあ、3回戦目、特に3回戦目とかは、まあ、ちょっと変わっトーナメントの麻雀が見れるということですね、うん、まあ、リーグ戦とちょっと違った感じの打ち方になります ね。めちゃくちゃいいですね、学生さん。そうですね。はい、ちいちゃんはサイコロ太郎でドラガー何からのスタートとなります。お、ここもいいですね。はい、タンヤオに行けそうな感じですね。親番のサイコロもそこまで悪くない形ですけれども、うん、さあこの言いそうはどうする。違和感あるんで紡ぎましたね。違和感あるので、なるほど。確かにいらないですもんね、うん。まあ、なんとかタンヤオにしていきたいです、うん、はい、タンヤオかピンフかっていう感じなんで、そうですね、早いうちに受けた処理しておいた方がいい形になりやすそうですね、はいはい、なるほど。さあコメントもぜひ、皆さんいっぱいしてください。ガンガン拾っていくので、うん、はい、まあ、松浦さんは、ドラの難が浮いてる形でチートイツに、向かいましたかね。こちらもチートイツのいいシャンテン、うん、田村翔吾。まあ、あちらは両天秤ですね。メンツ天も全然見える形なん で、 そうです、ね、さあこれでこれでリアンド裏めった形ですが、二差しの3色のいいシャンテンと、むしろこっちの方がいいかもしれないですね。換算ワンリーチ打てるような形ではあんまりないんで、はいはいはい、あれは換算ワン引いた場合はフリテンリーチという。そうですね、もう全然リーチでいいと思います。さあこちらは何を切りましょう。難しい形になってますね。メンツテを見るなら、おっと、メンツテに固定ということですかね。そうですね、まあ、とりあえずワンを放置した形になるので、うん、まあ、なんか、なんだろう、配置がちょっと難しいですね、見づらいですけれども、ちょっとマンズの上下揃えてほしい。さあ、サイコロ太郎、あっという間にチートイツ、テンパイしましたね、みんなチートイツみたいな形になっていました。さあ、サイコロ親のサイコロ太郎が、チートイツの、チュンタン機で、リーチをしました。田村さんのこのさっきの形はドラつかんだ、まあ、ウーマン切るとチートイツもイーペーコーも消えちゃうし、最悪スランコとかも消えちゃうんで、いろいろ消えてしまうんで、
他の範囲何か切った方が良かったかもしれないですね。ああ、そうですね。まあ、受け入れマックスということでウーアンを切った、うん、まあ、面接の受け入れマックスということでウーアンを切ったんでしょうか。うん、さあ松浦はこれは撤退か。田村もドラの難を掴んでしまったので、現物のローピンの取り落としと。まあ、サイコロの親父1は、チュンは。チュンは、倍に1倍出てますね。倍1で他の人にはまだない。手配にもないと。そしてサイコロ太郎の捨て牌が全然チートイツっぽくない捨て牌なんですね、うん、そうですね、もうすごい自然な捨て牌になってるんで強いですね。これは手詰まった場合はすぐ出てしまうかもしれないですね、うん、さあ角谷、今通った現物の2層ですね。1発目に老僧を切っているんですけど、2発目か、2発目に老僧を切っているんですけれども、うん、こちらも手詰まった、もう現物がないので老僧を切ったということでしょうか。ちょっとと川が強いですね。回して打てるようなタツがあまりないんで、スーパイは9ピン E1 ローピンチーソーの、4枚ですね、リーチ時点では。さあただこの順目になると現物が、増えてきたか。あ、ウーピンが貫通になりましたね角谷。さあ筋は3層ですが、3層3ピンが現物、まあ、一旦3層切りでいいんじゃないですかね。この状態で貫通はちょっとさすがにやりすぎだと思いますし、マンズも全部消えない、ピンズも、全て消えない状態なんで、一旦三蔵、場には静かに置いていいんじゃないかな。枚、はい、あ、ここで完しましたね。さあシンドラが数ワンですね。あ、1枚乗りましたが何を持ってきた引っ張り出してしまいました。あ、ただまあこれで何の重なりだったり何短期のリーチっていうのはちょっと見えてきましたね。さあ松浦あんこが2つになってしまいました。ローピンが4枚見えている状態で、トンシャーは、あ、トンは2枚見えですね、うん、そうですね。ウーソーでもうやめましたね。ウーソーはもうほとんど当たる要素がないわけです。そうですね、ウーソー短期以外は当たらないということですね、はい、ローソーが4枚見えていてリャンソーが通っています。さあこれチートイツで粘る道は、パーピンはかなり通りそうですけどね。かなりというか通りますね。パーピン、まあそれこそ3色しかないですね、うん、まあ7、8、9の3色で固定1ダメ9ピンのなかなかないです、まあ、ワンチャンス。さあ2ピン、ウーピンをカウンした後の2ピンを引きましたが、さあこれはちょっと切りづらいですね。さすがにで何も打てない、現物は3ピンです、ね、マンズも打てない、まあ、3ピン切るしかないですかね。3ピン切って、まあ、その後アンパイが出てくるのを待つということでしょう、うん、なんと流派もアンコになりました、ね、おっとちょっともったいなかったですが、しょうがない、さすがに押し返せる形ではなかったですね。さあチュンがまだまだ山に山なんと。さあ角谷何も切るものがなく数ピンを切って前進前進まあ3ピンが、3枚見えていて、3ピン2ピンが両方とも3枚見えて、ね、ダブルワンチャンスということですね。ここにチュンが来ましたね。ここからではそうですね。そうですね。山に1枚。さあ角谷にチュンが行くと止まりようがない。一番安全そう。あ、でも山が通ってるんですね。そうですね。山が先ほど通りましたね。うん、さあもうあとは、山との勝負になります。おっと。さあ仕掛けて天牌を入れました。あ、2ピンですか。そうですね、これ3ピンが、4枚見えになって2ピン切りか。角谷粘りましたね。あと、まあ、配定ずらしっていうのもあるんですかね、うん、それをちょっと今見てたんですが、配定ずらしだったのかな、これは。そうですね、暗冠しているので、角谷が暗冠しているので、配定がサイコロになっていたのでそれをずらしたっていうのもあると思われますね、うん、両方配定ずらしと、経典両方見た地位ですね。いいですね、美味しいですね。一粒で、あ、チュンがここに来ましたね。ということでサイコロの上がりはもうありませんので、ここで角谷が転敗するかどうか、うん、はい、現物のリャンワンを切って入局ですね。はい、トンの一局は、サイコロ親のサイコロの、一人転敗となりました。どうですか立ち上がり。うん、なんで上がれねえんだよって感じでしょうね確かに不安そうな顔が
全然チートイツっぽくないして早いのにみたいな。ちょっと田村さんの対峙が一瞬難しかったですね。まあ、あのパッと切っちゃったんですけど、はいはい、あれがよくよく考えると何を切るべきだったかなって。うん、そうですね。クソ想像とか切っちゃいそうですけど、想像、うん、まあ、入りが結構重要な気しますけどね。はい、続いてトンの1曲の1本場です。親は引き続きサイコロ、ドラがパーソーです。さあ、各隊の手配にチュンが統一、ドラの受けもある形、両面が3つですか、3つに頭もある形ですね。いい形じゃないですか。ちょっと待ってください、まだ覚えてない、覚えてない。さあ、サイコロ太郎には想像の6、7、8で、ドラ含みのメンツができている形。さあ、角谷、これターツオーバーですけど何を切りましょう。一旦 E ピンを切って1、2、3は見ない形ですか。そうですね、まあ1、2、3か。アサピンさん、ちょっとメガネかけてみてもらっていいですか。全然覚えてないですよ。全然覚えてないです。さあ、角谷が、チューンを仕掛けました。3ピン切りました。今3ピン切りましたね。想像がの3層をヘッドとした、イメージで、想定で、3ピンを切ったということでしょうか。まあ、普通の手順だと、ね、どっかの両面ターツ外すのが自然なんですが、そうですね、両層を浮かしてどっか重なった時に、まあ、どっちをジャントにするかっていう感じの選択できるっていうふうにしたんですかね。さあ、最高の太郎テンパイがテンパイ外しですね。うん、いつの目を残して、まあ、3ピン2枚飛んでたところだったんでちょうど良かったですかね。あれ3ピン1枚入れだったらどうしてましたか。分からないですけどね、サイコロさんがどうするかは。まあ、リーチでも全然いいとは思いますし。さあ、今度は曲げました。これは筋になってますね。ちょうどパーピン切って、両ピン切ってのリーチ、待ちはカウン、まあ、これはなんか狙って作ったというより自然にできた感じの、そうですね、いい明細になりましたね。さあ、田村は白を、まあ、安牌として持ってた白を取り落とし、最高だろう。第1相撲で3は引きましたね。悲しみのちょっと悲しいですね。ああそんなバカな、そんなバカな。そして泣かれる。笑っちゃってるじゃないですか。これは厳しい。そして上がり牌だった牌を泣かれるっていう、なんかもうすごい嫌ですけどね。そうですね、かなり嫌な気分ですね。気分は良くないです。これで角谷さんがウーピンでつま上がったりしたらもう。それはちょっともうラス班ですね。そして角谷本当にウッパーピンテンパイしました、ね、これはこれ笑い声聞こえてました。あら、笑い声聞こえた。さあ、松浦、追いつきました。同級腕、高めイーペイコーのリーチですね。さあ、ローキューワン、バーにめちゃくちゃいいですね、これ。めちゃくちゃいいですね。6枚、バーに1枚、4枚かな、4枚かな、バーに1枚入れてる、バーに1枚入れてますね。ほんまや、ごめんなさい。さあ、サイコロ太郎基本的に、ああ、ドラがパス押した、押した、さすが。さすが、さすが。押しましたね。まあ、ああなっちゃったら押した方がいいでしょうね、きっと。さっきもう一巡立ってローピンチーピン両方消える状態になったらまた話は違ったかもしれないんですけど、さあ、チューンを貫するかどうかを悩んでいる角谷。さすがにこれはしない方がいいんじゃないですか。わかんないですけど、まあ、冷静に考えてしない方がいいんですけどね。常識的に考えてあした。角谷なんとチューンを果敢、シンドラが3番初すごいですね。さすがですね。いかにトップ取りが大事な場面とはいえ、これは多分トップ関してもトップ率上がんないですからね、これ。さあ、ウッパピの枚数はどうでしょうか。さあ、このトーンは松浦にあと、ヘッドですね。松浦のジャントが止めました。トーンでしたが、松浦がローワンつま上がりです。リーズも裏は、乗らずなし、はい、500戦は600戦100のつま上がりです。いや、なんかいろいろありましたね。ちょっと採算がかわいそうですね。なかなかちょっと悲劇でしたね、今のは。はい、松浦が、500戦は600戦100の相撲上がりをしました。続いてトンの2曲です。トンの2曲、親番が、先ほどパーソーをしてチューンを加冠した
角谷陽介嵐の AD がすごいですね、まあ、真似はできないですね、本当にしなくていいんじゃないですか。はい、さあ皆さん手配どうでしょうか。ドラは急走ですね。最高タロにローピンガーアンコー、ここが面白い手ですが、ちょっと染めるには、3ワンディアンマンが邪魔になりそうですね。まあ、そのまま進めても十分か。ここはドラ統一、そしてカンパワンが入りました、うん。まあ、チュンの重なりは嬉しいんですが、Q1 残しましたね。まあ、あのあれです、敗因強い人は、知ってるかもしれないですけど、987と4っていうのが99874か。松浦ドラドラじゃないですね。え、ドラがパーソーじゃない、急走です、ね、ごめんなさい失礼しました。パーソーは全曲です。パーソーはドラ表です、はい、失礼しました。さあここでリャンソー、うん、ここはさすがに Q1 で良かったと思うんですけど、うん、なんか Q1 に何を見てるんですかね、松浦さん。プラスイーハン作りたいとかですかね。ただリャンソーもイペコのためですからね。あ、そうですね、なんでだろう。なんでだろう。あの99874っていうところに6引いてくると、なんか盾もカンチャンもあるぞみたいな形にはなるんですが、そして9は引きましたね。松浦が6球1と、6球1パーソーとリャンカンのローピンパーピンのイーシャンテンですね。さあここでサイコロタロー、ピンズ引いてきましたね、うん、ここで漫画さあまだ染めてもいい順目ですが、どうしますか。染めましたね、はい、うん、まあ仕掛けてよしなんで。さあこちらイーシャンテンの松浦、田村は一応イーシャンテンですね、うん、今2枚目の3番にならなかったですね、田村さん。ああそうですね、ペン3番で地位できたと思うんですけど。ああそうですね、9番肩上がりは拒否ということでしょうか。今最後に引いたのって何でしたっけ、今ついてますね、はい、ウーワンでした。じゃあ地位点は取れた形だったんですよね。そうですね、取れましたね。取れたし白の、まあ、保険もあった形だったんですが、スルーと、うん、まあ、打点的にはまあ、あのいつは高いんですが、ちょっと3番2枚出てると、サイコロ仕掛けました、うん、さばきに行った方が良かったような気がしますね。なるほど、ここで、サイコロに、リャンピン、ローピンの、テンパですね。どっちも中ぼくれの形なんですけれども、うん、まあ結果はこういうリーチを誘発してしまう場合、あの曲収支もマイナスになってしまうんで。さあ角谷の、親の角谷のリーチが入りました、うん、角谷の、リーチは、ウッパーワンですね。リーチのみですがウッパーワンの町、まあ、自敗と、まあ、恥敗しか切っていないので周りからすると折りづらいか、特にここ、うん、さあこれで、まあ、白はしょんぱいですが、もうこうなったら押しましたね。あっとローピンは当たり牌、すごい当たり牌を使いましたね。これはテンパネはしないですね。ですね、3900点、うん、タモン本日の3000、すごいところを補充しましたね。中膨れ中膨れを珍しい形ですけど、まあ、ちょっとあの松浦さんの9番残しとか田村さんの3番、泣かなかったりとかは気になりましたね。不思議というか、うん、局面多かったですね。さあ、はい、ごめんなさい、いえいえ、いいですか、大丈夫ですか。さあ続いて、親番が、松浦ですね、トンの3曲親番が松浦博光プロです。ドラがリャンワンです。リャンワンですよ、リャンワンです、はい、はい、言わんじゃないですよドラ。さあ各社手配どうでしょうか。うん、サイコロ太郎はちょっと厳しいか。ドラが表示が急走になってますね。あ、変わりました。はい、さあ松浦ゴツゴツした形ですが、もう親番ということならいいでしょうか。サイコロ太郎は厳しい。まあ一番いいのはこの角単位ですかね。今なんでアンドも引いてターツも足りてて、うん、メンツも2メンツかな。打点も打点と形のバランスはなかなかいいですね。ちょっとサイコロ苦しい。シャーチャか。うん、まあしばらくはみんな手ないで進めてもらいましょう。ちょっと遠いですねみんな、うん、こういった手配の時どういう風な手組みにしていけばいいんですかね。こうバラバラ、ここまでバラバラの時とかっていうのは、まあ、本当にバラバラな人
ていうのは今だと例えば誰だろうな、最高3か、うん、そうですね、まあシャアっていう一応の保険があるんで、このシャアはあの例えば1枚目出ても絶対泣かずにってするともう守備力は割とまあ不安がなくなるんで、そうなったらまああの手悪くても目いっぱい構えやすいですね。なるほど。まあもうタイヤを蹴れて悪い時なんかはもう早めに安牌抱えて、あ、はいはいはい、うまくまあなんか安全な役を作りに行ったりするんですが、こういうふうに手牌のうちに安牌があって自然に進められる場合は悪くても手ないで進めていいと思いますね。まあこれでちょっと本一見てもっていう感じですけど、本一は場に1枚の難を切りましたね、うん、さあ角谷、ランピンは 1-2-3 を意識しているのでしょうか。そうですね、まあ、上は、うん、一通と、まあ、普通にあと形的な意味で後継が作りやすいんで、まあ、ドライチあるんでね、3色にそこまでこだわらなくてもいいと思いますね。なるほど。おっと、これでチーワン引いて、ちょっと形が進みましたね。あまり変わった。ちょっと。まあ、この2度受けは拒否した方がいいですね、3番つもぎり。まあ、ドラがヤンワンでもありますしね、うん、さあ松浦ゴツゴツした形ですがなかなかシャンテンは進みませんね。まあ、だから、サイコロの方が一応形としては悪かったんですけど、これで完了は、うん、これでだいぶ良くなってきましたけど、松浦の手の方がやっぱり安牌っていうのを意識して抱えて、まあ、探しておかないと、うん、はいはい、後々すごい手詰まりやすい形になってるんで、なるほど、いろんな人の、早そうな人の捨て牌で安牌を探すとか、まあ、そういうふうに構えとかないと危険ですね、こういう手は。現状早そうな人っていうのは、まあ、捨て牌見るとみんな割と今これで仕掛けた、サイコロもちょっと3万とか出てきて、まあ、まだいいシャンテンかなぐらいですけど、はいはい、他も結構早そうな捨て牌してますからね、うん、松浦の手は早めに見切りをつけた方が良さそうな気がしますね。さあ、ここで何を切るか、まあ、これ三蔵がまあそこそこ安牌なんですが、それでも9ピンがパーピンのワンチャンスで比較的通りやすいっていうのはあるんですかね。まあ、自分のパーピン使ってて、うん、そうですね、9ピンがマシかな。仕掛けと、親ですか、親じゃないな、各単位の現物ですね。まあ、2人に対してほとんど安全なんで、まあ、こうなると9ピン切りづらいですね、うん、であ9ピンを切りづらいですね。9ピンですが、うん、まあ、イシャンテンまで来たら、まあ、イシャンテンまで来てこの順目まで来ると中抜きしてなんとか降りることができると思うんで。なるほど。サイコロがカンパーマンのテンパイを入れました。さあ角谷、これ、パワーワンと振り返ると法順になってしまいますが、さあ、おーっと、行きましたね。すごいな。そして松浦がカンウーマンを落ちしてカンチーピンでテンパイですね。おーっと、これ角谷のファインプレーじゃないですかこれ、うん、まあ多分自分都合だと思うんですが、はは、あの最終的に待ちにしたいっていう意味での、はい、なるほどなるほど、まあ、あとは危険牌先ですかね。どっちみちまあ切らなきゃいけない可能性高い牌なんで、うん、さ、サイコロが、カンパー1通がつく、振り替わりをしました。2ワンを引いてカンパー1で1通ドライチを、あ、シャア1通ドライチ、リャンワン、まあ、テンパイからなんで、とりあえず行ってみましたって感じですね。さすがの角谷も泣かず、うん、さあ角谷に、ピンフドラドラのイーシャンテンですが、はい、ちょっと終えてないですね。はい、こちらは田村の手牌ですね。チートイスのリアンシャンテンですから手が動かないですね。さあ数番は、まあ、入れ替えても一応上がりはできますが打点重視ですね。あ、松浦が今、数番通したので、まあ、現物でもあるということですね。さあカンチーピンはどうなってるんでしょうか。カンチーピンなん、山さんですか。松田さん、リーパーしてほしいですね。配信対局。まあ、泣きたいのはすごい気持ちはわかりますが。多分、逆に泣きたいのを見せたいんでしょうね、もうちょっと泣きたくてももうちょっとキラーリーパーできますね。確かに。さあ、田村、ウーピン。ウーピンはね、ウーピンでも通ってないですね。押しましたね。完全にはやめてないってことですかね。ん？田村さん、そうですね、田村ですね。ウーピンは通ってないんですけども、チートイスのリャンシャンテンからウーピン押しましたね。まあ、リャンピンがさ、通ったので、前前順か通ったので、ウーピン筋のウーピンを切ったということでしょうか。さあ角谷に悩んでますね。カンウーピンは否定はされてなかったのかな、手順的には。
トーン Q1、 トーン Q1 3ピン。あ、ちょっとそのイーシャンテですね。ウピンぐらいってことですか。トーン Q1 3ピンの他の選択肢がちょっと分かんないですけど、トーンはまあ残りそう、重なりそう、 Q1 当たりそう、3ピンとウピン、うん、まあ3ピンも残ってそうですし、押した感じですね、うんうん、さあなんかリーチ入りましたよ。考えないからパーワンと、ウーソー、その狙い通りのパーワン。パーワンと、まあ、パーワンはこのタムラの手に問いつつ、さあ町はかぶりましたが、さあサイコロがただ、うん、カンチーピン、松浦の単野の1500に補充しましたね。まあ、山に3枚残っていたんで補充しちゃいましたが、さあ松浦が、親の松浦が1500、単野を飲み、放来いたしました。続いて一本馬です、トンの3玉一本馬、親番は引き続き、松浦ですね。そうです、ほうこのタイミングでもリーチするんだというコメントがありましたけど、かなり不順目は深い順目でしたけどね、うん、まあ、あのリーチ、して別にあの上がれなくても流局だったり、あの入局した場合は特に損しないんで、その他の人が置いてくれたりとかする場合もあって、はいはい、収入っていうのはそんなに変わらなくて、まあ、あの高い手に報酬する可能性が高い時っていうのは終盤リーチしない方がいい時が多いんですけど、そうでない時は全然リーチしていいと思います。特に損にはならないよということですね、うん、そうですね、ダマで出上がりできない手なら特にそうですね、はいはい。さあ親番、ドラが、2ピンですね、この田村の手配がいいですか。そ、良くはないですか。そんなに良くないですね。最高太郎が2メンツありますね。こちらの角谷にドラが浮いている形ですが、もう初だからウーピン切ってますね、うん、まあ、ドラを使うか染めるかチートイツかっていう、形にしてますね。他の上がりはあまり見ない。なるほど。さあこれで2面もできたかタッチ、サイコロが一番早いでしょうか、この中ですと。うーん、サイコロ、そうですね、サイコロの形いいですね。ただ松浦もこれで整ってきましたね。うん、ヤンシャンテンか。さあ田村、自敗のペイの問いと落とし、うん、パンヤオに向かいました。さあこの E1 ちょっとあんまり嬉しくない。まあこうなるとドラを使ったメンツ手に、持っていく可能性が濃くなりましたね。本一に向かいたかったっていうことですかね。いや本一もしくは、まあ、そのさっきあの言った通り本一チートイっていうのを両方だったんですけど、はいはい、まあ、E1 のアンコはどっちにもそんなに使わないんで。確かに、うん、チートイは消えはしないんですけど、そうです、ね、有効杯ではないんで。さあ松浦これでアンコが2つ、くっつきの形ですので、ストレートに行くなら数層か悩んでますね。シャーが1枚切れなんで、まあ数層でいいですかね。ピンズ周り2人切ってるんで、うん、ウーピン来ましたね、うん、さあそのウーピンをチーしたのが田村です、ね、タムタム二度受けを処理、処理しましたね。ドラが2ピン、なるほど、泣くんですねあれ、うん、おっとこれで角谷が2ピン重なりました。教託は教託は、0本ですね。おっとこの2ピンは角谷は仕掛けましたね、やっぱり、うん、もう重なってた。そうです、たった今重なりましたね、うん、はい、このフォン素晴らしいな。さあ松浦が天敗、甘露庵の役なし天敗ですね。さあこれは田村厳しい、これちょっと怖いですね。田村は一刻も早く終えたいって感じですか。泣きたかった2ピンをフォンされて、うん、しかも自分は先点、まあ、ただリャンオピンで転敗しましたね。転敗しましたね。まあ、親もドラ切った親も相当、まあ、イーシャンテンぐらいっていうのはやっぱり、見えると思うんで、ガクブロですね、うん、親の安牌はあるのかな。あ、パーソーがあるな、多分はパーソーが安牌ですね。まあ、親にと、なるほど、仕掛けもまあ基本的には大丈夫と、降りようと思えばいつでもやるぞっていう形にはなってますね。さあサイコロはここで、うん、ローワンを、両面チーしまして、単野の天敗ですね。まあ、さばきに行ったという形でしょうか、はい。まあ、ただローワンこれ実は松浦の上がり牌だったんですね。これ、まあ、上がれないんですけど、うん、さあそこ、そして角谷が、急走ポンと縦重ねのインシャンテンですか。さあこれで、松浦
カンパーワンでリーチできますが、あ、カンローハンカンパーワンでリーチできますが、しませんでしたね。馬が危ないですね。あの三者に、はい、まあ三者にというか基本的に角谷以外には補充したいぐらいなんですけど、あ、はいはい、まあ、角谷に、多少危ない、まあ、普通のメンツでにはあまり見えない形にはなってるんですが、はい、角谷が、サイコロに、ローソーの方ですんで、うん、単野を3色ですね、2000を2300の補充と、なりました、はい、で角谷なんですが、あの仕掛け、まあ、あのドラポンしてそんなに上がりには近づいてないんですけど、はい、まあ、こういう風に他の人のリーチを打たせなかったり安上がりだったりっていう風にして結果的に局収支を良くするっていう、なるほど、あの効果がすごいあるんで、本来のマイナスを、うん、そうですね、マイナスにそうです、まあ、あれ多分泣いてなかったら、まあ、実際は田村がチーしてるんですけど、おそらく松浦がリーチしてる展開になったと思うんで、なるほど、もっと失点が多かった可能性が高いと、あ、自分が上がれなくてもそんなにマイナスにならないっていう威圧の意味も込めたポンだと思います。まあ、サイコロが単野を3色のリーチしたかもしれないですね、うん、さあ、続いて、トンラスですね、トンの4局、おお、なんだこれ、親番が田村翔吾ですが最高の手がやばい、ちょっと確認してみましょうあ、ドラごめんなさい、ドラがリャンピンじゃなかったです、まだ表示が残ってる、そうですね、今はドラが白ですね、こちら、ドラが1枚浮いている田村翔吾、点数入力頑張ってや、おっと、サイコロ、サイコロ観察入りましたよ、入りましたよ、なんと、なんとリャンペイコのイシャンテンですか、まあ、リャンペイコのイシャンテンやし、リャンペイコならなくても全然問題ないですよ、メンタン、メンピン、リーチ、イーペイコを確定している形ですね、そう、あなんと優勝の優勝しました、最高の、ただ E ピンを E ピンで上がりたくない、あまり E ピンいらないですねちょっと E ピン積もった時ちょっと残念な気持ちになりますよね、うん、さあこれで戦える人はまあいないですね、まあ、9ピン、現物の9ピンを取り落とし、うん、松浦 E ピン一発で、リーチ一発ピン、 E ペイコ裏1で、8000点ですね、うん、これはさすがにしょうがないですね、他に何も全くなかったです、9ピンとリャンピンと自敗しかないですからね、これはしょうがないさあ松浦ちょっと不幸な報酬になってしまったか、松浦がサイコロに、満願の報酬8000点の報酬です、さあ、難入しました、難入、して、親がサイコロ、ドラが、数ピンですね、なんか松浦さん、まあ、さっきの曲増えるの忘れてたんですけど、リーチしてもよかったと思うんですけどね、その、ああ感動はそうです、はい、あの親の時の、まあ、ドラポンは入ってたんですが、角谷さんの上がりに向かっているのかよくわからないポンだったんで、はいはい、お、なんだこれ、田村がやばいですか、シャーポンなあんこトンドイツ、なんと、ペイはなし、ペイは川に1枚、さあ、こちらは松浦白をストレート、おっとシャーポンしてますね、そうですね、うん、まあ、さあ何を狙っていきますか、あれは、まあ結構形他のところもいいんで、 E ピンをポンできれば、あ、ここに統一になっちゃったな、さっとしましたね、うん、でドラも数ピンなんで、やっぱりピンズの本一がメインですかね、あとは9-1の加算位とかの本堂トイトイとか、まあ、そこまで極端に高い手じゃなくても普通のトイトイぐらいつけば十分だと思います、でも見えるんじゃないですか、うん、これは手引いたら一気に現実的になりますけど、引いてから考えましょうかそうですね、場にはペイは1枚ですけども、引いてから考えましょうかこれ想像を引きましたが、うん、もう切っちゃってますね、さあ他の他者の手配はどうですか、これ E ピン、うーん、そうですね、確かに次第ですかね、ただドラが数ピン、ペンちゃんの方を払いましたね、まあ、ペンちゃんですかね、まあ、あの形が非常に悪いんで2トイツですが、まだチートイツもちょっと残したいっていう感じですか、おピンズ引きましたね、これでソーズ6、8と払っていきます、うん、さあこれでリャンワンを切って、さあ松浦が、リャンシャンテンですね、まあ、ぼちぼち形もいい、うん、おっとペイ引いた、お、引きました、今ペイでした、チラッとなんか今ペイです、ペイです、ペイです今すごいなんか斜め上を見てましたよまあまあまだみんな何も警戒しようがないです、あ、いいピン、これはポンですかね、
E ピンは泣きましたね、うん、はい、で Q1 を切って、はあ、少数詞イーシャンテンですよ。これでもローピンくっついても悲しくないですか？なんかいや悲しくないでしょ十分です。お、3番引いた。さあこれで E1 を切って十分形、リャメリャメのイーシャンテン9ピン。おさあ夢を見るなローピン切り。確認しないそれはさすがドラスンピンですよ。いや本能本一トイトイって。サイコロがトーンを止めましたね。トーン確か田村泣けたんじゃないですか。お、サイコロのトーンがいつ出るかですね、うん、まあ、ただもうあの川なんで、あの川あの仕掛けなんで、もうテンパってると予想しますか。あまり切る川では、あでももうサイコロの手が結構いいのか。そうですね、3ピン切ってますよ。3ピンもいけますからね。ただ今ハクでちょっと悩んだんで、まだテンパってないと予想して切った可能性はありますね、うん、そうですね。シャンテンでここから手代わりがなければ押してやろうっていう感じですか。これトン泣いた日にはてかトン切り遅れた日にはペー、おーどっちから切るか、どっちか、おーおーっと、まさやペーから切るでしょ。田村の顔これトンから切ってたらもうね3万2匹ですからねいやペイ切らんでしょそしたらあ、これでペイが出てきて、あでもこれこのタイミング良かったですね。ペイ、なんか2枚切れて、そうですね、2枚切れて出てきたみたいな感じなんで、まだテンパイ臭がちょっと薄い。さあ田村はこれで、パーピンで、何本一通ですかね、5800。さて松田の Q1 ダマにしましたね。 Q1 が3枚見えで、まあ、マンズが非常に安い。これはまあ、ノーワンが結構拾いやすい場になってますね。田村の仕掛けも結構みんなに警戒されている中でマンズ待ちになっているんで、まあ、残り1枚の Q1 出上がりでもよしっていう感じですね。あ、詰まった、一発も3600円。はい、単品ツモ2ペコドライチですね。松浦が24000のツモ上がりです。なんかいろいろありましたね。まあ冷静な頭ですね。これが例えば一発勝負の頭取りだったらまた別で、このぐらいの条件整っててもリーチって言った方が多分いいと思うんですけど、はいはいはい、3回勝負ってなると、まあ、このぐらいは冷静にダマでいいんじゃないですかね、おそらく。はい、松浦の、まあ、見事な漫画のつも上がりです。続いてですね、何の2局親番が角谷陽介。さあ角谷、お、いいそう、リャンゾー持ってますが、いいそうができました。角谷は13200点しかないので最後の親番なので頑張りたいですね。角谷ペンサンゾー落としましたね、いきなり。タンヤオですか？違う、いやタンヤオではないです絶対違いますね。もう一個厄介重ねたいんですかね、これは。あの、厄々ポンして落としたい、打点が欲しいっていうことですかね。うん、あ、というか点数が13200か。そうですね、最後の親番ですが打点をある程度作りに行かないと、まあこれから苦しいので作りに行ったってことでしょうか。うん、まあ、もう一個重ねるとちょっとヤクヤクトイトイとか、ね、うん、いろんな役が見えてくるんで、まあ、ペンサンソはいらないよっていうことですかね、うん、見切りが早いですね。さあこれで何を切るか。これでドラの受けができたんですが、スーピンはまあそんなに使わない、普通に上がりに向かう上でももうターツは足りてるんで、そうですね、っていうことですね。さあ松浦これで4トイツですか。ダブナンがトイツ、うん、お、ここは染めに行きたいがドラがウソ、あ、切りましたね。でもおお、シャーチャか、うん、難しいな。まあ、地層切って数層とかくっついたらまだ考え直すぐらいでもいいかもしれないですね。なるほど、ローソー引いたらどうしますか。ローソー引いたらちょっと困りますが、ローソー引いたらローソー切るんじゃないですか。さあ松浦が2風呂しました。地層と、ダムナンのポンをしていますね。地層から仕掛けていますね。ダムナントイ、目指すはダムナントイトイということで、ところでしょうか。さあペイが出たのでペイ投げました、うん、あっという間に換算ピンのテンパですね。打点自体は2600ですが、まあ、手代わりすれば漫画まで見えるというような形ですね、はい、あっという間に、あっという間ですね。ダブナン含めの 3つポンですから相当やりづらいですよ。あれはこの嘘をどうするんですかこれ。もう無理です。松浦さん、松浦さんね、田村さんはもうこの曲はお休みですか。お休みです。あとは親の角谷さんと松浦さんで戦ってもらいましょうという感じですね。採算は
参加できるような形にではなさそうですね。微妙ですね。ちょっと切りづらい牌が残ってるな。ウーワン3番切りづらい。イーソー3増。さあ何切れますか。イーソーは切れますね。チューンはション牌。これは一旦イーソーですかね。お。イーピンは今通ったイーピンですが、あ、イーピン合わせましたね、もう。うん、イーソーはもうほぼ間違いなく通るんですが、イーソーは田村にも通ってるんで全員にですかね。もう無理っていう感じで安牌残しましたかね。なるほど。さあ田村この2ピンやめましたね。うん、まあ、ここから打ったらもう新人をかっこ笑い、ね、なるほど。さあ角谷いいシャンテンですが、うん、まあ、角谷はもうこの点数内最後の親番なんで、まあ、当たるまでいきますか、うん、当たるまでいきましょう。この局面での連チャンの価値っていうのはやっぱりかなり高いんで、ここで置いてしまうともうトップとかは全くなくなっちゃうんで。さあ角谷テンパ入れました。ウッパーソーのテンパイ。さあウッパーソーの枚数が場に1枚の手の内に2枚、残り5枚ですか。ドラガーと2枚と、うん、まあ、チーピンいい形で残ってましたね。あの、ね、松浦の現物で自分の筋で泣きやすい形で残ってて、馬強も結構良さそうな感じでしたね、うん、ピンズの上の方が安かったので。さあもう他の2社は、ベタ折りか松浦の換算ピンの枚数は、残り3枚対5枚の対決ですけれども、どうなるでしょうか、うん、まあ、松浦に関してはパーソーは特に止める理由はなくて、ウーソーに関してはもう持ってきたら止めやすいですから、これは補充ですね。しょうがない。格段に厳しい、ダブナンのみですがテンパにしまして3900点。ごめんなさい、2600点、うん、なぜか親の気持ちでしたよ。2600点の、出上がりですね。松川はおそらくウーソー持ってきたら止めてたと思いますね。数ピン、リャンピンと払うようなイメージですかね、うん、はい、数ピン、リャンピン両方切りやすいですし、自分の打点アップにもつながるんで。なるほど。アイコ頑張れ。アイコではないです。角谷さんがアイコみたいになってますけど。まあこうなると角谷はこのハンチャンは、まあ、なんとかして田村をまふくることを考えると、トップはさすがにちょっと望めないんで、現状で田村との点差が、1万800点ですかね、うん、で、まあ、田村の親番であれば一撃で変わる、マンガンツも一撃で変わる点差なんで、まあ、これ以上離されないことですかね。まあ、各谷の目標としてはこの局についてはじゃあ、まあ、とりあえず上がるというようなイメージでしょうか。そうですね、まあ、あと、次はオーラスですよね。次はオーラスですね。現在、南の3局、ドラガースーソーで、はい、親番が松浦です。まあ、あと田村にこれ以上加点、この曲加点させないことも大事ですし、まあ、あとは条件を少し軽くできればやっぱりいいですね。マンガン積もっていうのは結構厳しいんで。なるほど。一三二六積もぐらいにできれば。さあ親番の松浦が一面ずつできて、断面ターツが、まあ、そこそこある形ですね。さあサイコロ太郎、これで一通が見える形になりましたね。簡単にここからマンガンが染め手を意識してますかね。そうですね、またペンちゃんから外していきましたか。ペンチーソから払っていきましたね。ペンちゃん落とし好きですね。おっとサイコロ、これで一通のイシャンテン、カンウーピンか自敗が重なればテンパですね。さあドラがするそうですが、角谷何を切りましょう。リャンピンを切りました、うん、まあ、ペンチーソ払う前にリャンピンでよかったと思うんですけど。ペンちゃんが嫌い。一応3色ちょっとだけありましたかね。1、2、3の。ああ、そうですね、多分それを意識してる。さあ、田村流派重なりました。さあ一番速そうなこのサイコロですが、うん、さあこれもイシャンテンか。より広い形になりましたね。リャンピンを、おかえりリャンピンを残して何、今2枚打たれた何切りましたね。さあ松浦は、手なりでパーソーと。さあこのサイコロがいつ転廃するかということですけれども、あれウーピンとか入った場合はどうしますか。どうするだろうな、ウーピン入ったら、サイコロの現在の点数が、3万4600点のトップ名、2着名とは1200点差ですね。まあさすがにペータンキのリーチじゃないですかね、一通確定させて。さあここですね、うん、全然安全圏ではないんでまだ。
打点を作りに、うん、でペータンキーは別にそんなに上がりにくいわけではないですし、イスチーピンもあの形だと、まあ、普通のヤンメンとそんなに変わらないぐらい、ヤンメンよりちょっと悪いかもしれない、いつになるチーピンがちょっと期待できなすぎるんで、そうですね、残り2枚ということになってしまいますからね、うん、それならペータンキーの方が枚数一緒やしみたいな。さあこれゴロチは見ないと、まあないですね、さすがに。まあ似て代わり先にないことはないですが、ちょっとチーピンだけ浮かせるのも微妙ですし、ペータンキーやっぱり見たいですよね。さあ松浦 G1 がアンコりました。これでかなり広いイーシャンテンじゃないですか、うん、サブローピン、リャンワンローワンのイーシャンテン、あとパーピンが重なればありますね。さあサイコロ追いつけるか、追いつけるかというか追い抜かされないように、うん、さあ角谷にも、初が重なりました。本一とちょっと3色の形も残ってますね。さあここでパーピンリリースしますかね、うん、そうですね、まあこの、マンズの形非常にいいんで、パーピンの重なりだけを見るよりはこの順目なら順持っといた方がいいですかね。さあサイコロテンパイしました。ウッパーピンかカンパーピンか、まあストレートに、うん、リーチいきましたね。リーチピンフのウッパーピンの、テンパイです。まあここで1000点上がってもやっぱりオーダステンパイの方点ですが変わっちゃう条件にもなりますし、ここで、メンピンツモでもしておくと松田さんの条件厳しくできますからね、うん、なるほど。さあ、ウッパーピンの枚数が、バニー2枚の手の内に1枚ですかね。お、意外とありますね。あ、手の内2枚、サイコロ自身が使っているので、残り4枚ですか。そしてサイコロからチーピンが3枚見えているので、さあ角谷ん踏む、いいシャンテンですが、おかえりランピンを置いた価値がありましたね。さあイーソーは切れるか、リャンゾーは切れない、マンズローワン、ローワンを押していきました。スーワンのワンチャンスですか。キューワンが通っていてスーワンが自分から3枚見える、うんですね。さあ松浦広い、さらに広いイーシャンテン3層切ればなりますが、現物は、1枚、まあ、ローワンが今通ったところ、ちょっとこのドアのドラ表の3層打ちづらい、うん、今通った三蔵、あ、三万、ローワンの筋で三万と、ね、はい、さあ田村 E1 2枚切っていますが、さらに E1 引きましたね。あ、積もりましたね、うん、サイコロリーチピンクツモ、裏が伸びました、大事な裏が伸びましたね。これは、1300-2600のツモ上がりです。これサイコロ一気にトップに近づいたんじゃないですか。そうですね、まあ、これで、松浦は満願出上がりでは届かなくなったかな。はい、オーダスマンガン、ツモ条件は多分残ってるんじゃないですかね。9000点差ですね、はい、ではオーラスです、何の4局オーラス、親番が田村です。点数状況確認いたします、親番の田村が、3着目2100点持ち、トップ目が、サイコロ太郎39800点持ち、4着目角谷シャーチャが、9300点持ちの、ラス目とで、2着目が松浦3800点持ちですね、うん。まあ、こういう点数状況だとみんなが角谷はマンガンツモで、田村をまくれて、で、松浦はマンガンツモでサイコロをまくれて、田村は親番でと、まあ、非常に展開は重くなりやすいですよね。あ、なるほどなるほど、まあ、田村はリーチを打ちたい、サイコロは早上がりをしたい、はい、他2人はマンガを狙うっていう状態なんで、早上がりをするのがまあサイコロだけと、田村はまあ長くプレッシャー与えたいんで、やっぱり軽い仕掛けはそんなにできないですし、はい、自分が満願条件とかの時に早上がり競争されるとすごいなんか嫌な気分になりますよね、うん、さあ田村の手が、田村すごい手配でしたけど今ずるい田村の手がずるい、単品3色ドライチのイーシャンテンですかまあさっきもっとずるい人いましたけど確かに3巡目リーチ、2巡目かな、3巡目リーチで松浦が、満願条件、満願条件でこの手配だとやっぱりチートになっちゃうんですが、縦の手配ですか、うん、さあウーピン、うん、あ、まあ、3色を、見切りましたね、見切りましたね、うん、親番だからっていうことも、でもスピード重視ってことですかね。そうですね、まあやっぱり、1回は満願ツモでいいやっていう感じでしょうね。3色ちょっと確定度が低いんで、ローピン引いてウーワン引かないとダメですもんね。そうです、まあ、リーチ単位をドライして十分と。さあこれパーソーアンコりましたね、うん、さあ大正解、さあテンパイ大正解ではないですけど、一緒ですね、どっちもテンパイですけど、ウーピン切っててもテンパイですね
さあ、メンタンピンドライチの、テンパイが入りました、田村翔吾プロ第13期新人王24歳実は24歳さあ、このウッパーワンはめちゃくちゃあるな。数えるのも嫌になりますね。これ8枚、8枚じゃない、7枚いき、7枚いきですね。各隊の手に1枚、あるだけで7枚いき、まあ、数はチート率のいいシャンテンになりましたね。どこまで押すんですか、うん、まあ、9ピン今安牌で切ってパーピンが安牌なんですが、他は初パー層、テンパイならぶつけるかもしれないですね。これでリーチ棒が出たけど、まあでも 着順同点になるのか。満貫だと満貫で上がりは同点なんですね。微妙だな。まあ多分テンパったら初3期とかで追っかけると思うんですけど、こちら、まあ、ここでもうパーピン取り落としで、やめましたね。危険牌持ってきて、まあ、もう一曲あるということですね、そうですね、まあ、田村の上がりだとハネマンさえなければもう一曲あるんで、まあ、ハネマンの可能性あるんですけど、ハネマンあっても、まあ、上がり上げないので、あ、そうだ、はい、失礼しました。さあ、さすがに田村、あ、ただ角谷、そうですね、角谷に関してはこの曲、もう上がらせると追いつくのがほぼ無理になっちまうんで、多少頑張りたいですね。そうですね、今両通ってないローピンの方を切りましたね。うん、あ、積もりました。おっと、ずるい、なんでそんな高いんだよってみんな思ってますよ。4000オールですね。メンタンピン積もドライチ、これはずるいですね。こうやって新人を取ったのか。さあ、はい、田村が、レンタンピンズもドライチ4000オールのつも上がりとなりました。さあ、これ角谷はかなり厳しいですね。うん、まあ、角谷ローピン、さっきの形からのローピンはちょっとやりすぎかもしれないですね、さすがに。まあ、うん、ピンズの下がかなりいいと、まあ、踏んだっていうのはあるんですかね。まあ、自分漫画上がったら変わるとはいえ、土地補充した目も当てられないんで、押すなら今しかねえ、さすがにあの形からではちょっとくっつきかな。普通に連チャンしてもらってももう一回条件残ったりするんで、あの流局だったら、そうですね、自分がテンパイさえできればっていう感じですね。さあ、点数状況は変わりまして、田村が、なんと2着目まで一気に、浮上いたしました。うん、トップ目のサイコロ と、3900点差ですね。一本強卓が出ているので、3900点差、あ、間違えた、逆ですね、ごめんなさい、3700点差ですね。3700点差になりましたね。さあ、角谷はもうちょっとこうなるとこの曲はもう傷口を広げない作戦ですね。上がれるなら、早上がりでも何でも上がって、まあ、漫画自然できるようなら上がって、うっかりできたらっていう形で、操縦は無理にはしないっていう素点、まあ、一曲勝負の感じのあれでいいと思いますね。はい、3回戦あるんで一応傷口広げないことも大事です。お、ただ角谷、いいですね、手配、そうですね、まあ、これだと自然に漫画が見えるんで、さあ、一刻も早く上がりたい、田村とサイコロですか。サイコロ、これダブナー統一ですけれども、うん、どこから仕掛けていきますかね。これ9ピンとか9-1とかからも仕掛けていきますか。これはそうですね、まあ、絞る人があんまりいないと思うんですよ、この局面で。展望状況的にってことですね。うん、はい、なんでもう出た牌を泣いてっても悪くないと思いますけどね。何バックだっていうことを別にバレてもそんなにマイナスにならないと思いますね。なるほど。お、角谷がすごい手配。今来るなよという感じですが。さあ、松浦の条件としては満貫で上がり、もしくは満貫ツモで、満貫、うん、まあ、で上がりなら2着ですけれども、うん、まあ、ツモならトップと。そうですね、まあ、最高これで、本一の形にもなったね。何に、まあ、必ずしも何に頼らなくても良くなりました。食い伸ばしとかもちょっと考えていきたいですけどね、こうなると。さあ、松浦何切りましょう。これドラ3走ですけれども、満貫条件、うん、難しくないですかこれ。ドラが3走で満貫条件か、難しくないですかこれ。うん、両走切りましたね。ドラ受け、ドラが来ても無理やり使い切るということですか。難しくないですか今の。まあ、数ピンがいらないですかね。なるほど、数ピン、あまりペン三蔵のドライチのテンパイは、まあ、そんなに、まあ、これで数ピン切りましたが、
ただ松浦の3宿目のチーソーは、田村にあんこですかね。ん、あ、そうですね。さあ角谷テンパイしましたが、これどうしましょう、テンパイ外しますかね。そうですね、まあ、こうなるとテンパイ外して面単品3色を作りてもいいと思いますし、短期テンパイ、短期テンパイを取った後の両形手代わりというか、両形手代わりがどのぐらいあるかですね。ローキューソはサブローキューソは場に5枚ですね。ドラが3層、ちょっとスチピンウッパーピンが弱いんですが3ピン切りましたね。3色目を残しつつということですね、うん。さあどうなるか。さあサイコロなかなか手配進みません。ナクハイも出てないですね。お、これでテンパですね。お、なんちゅうハイを。これディーチですね。まあスメンタンピン高め3色ドライチ、これ積もっても無理ですね。まあ、そうですね、逆転はまあさすがに厳しいかな。松坂の1万2000直撃ぐらい。田村はもう行くんじゃないですか、これ。田村はもう全部行くんじゃないですか、全部行かないといけないです。さあサイコロは行かないといけないことはないな。着順ダウンもある。そうですね、8000報酬したら着順ダウンですからね、うん、チーワン隣。まあまあ着順ダウンを考えてもトップ見えるってのは多少は押した方がいいでしょうね。あ、おっとテンパった。単野3アンコダウンしました。数アンコ手代わりもありますが、単野3アンコドライチですね。うん、まあダマでも満貫ありますし、満貫があったらまあかなりトップ硬いっていうことですかね。おーっと積もった。田村これ悔しい。さあ面単品積もドライチ2004000は2100、4100の各体の積もりで、1回戦は終了となります。ああまあまあでもこの漫画は結構ポイントにすると大きいですね。そうですね、うん、まああれでもうどんどん失点繰り返してるともう気づいた時には条件がなくなっちゃったりするんで、どんどんポイントがなくなっていきますからね、うん、3回勝負の1回目だったら、まあ、少なめのナスで押さえておくと後半なくなることもあります。はい、それでは、最終点数を、お伝えいたします。トップがサイコロ太郎で33,700点、2着が田村翔吾28,000点、3着目が、松浦博光24,700点、ラスが、角谷陽介12,600点という結果となりました。はい、さあ1回戦終わりましたけども、なんか 見どころはありましたでしょうか。うん、まあ角谷さんのあれですよね、ヤンピンポンだったり、まあ、序盤本当に第1打目からペンチャン払って、そのなんだろう、仕掛けを意識してる手組っていうのはやっぱりちょっと独特ですよね。あ、はいはい、うん、なるほど。手投げ進めずに、まあ、重なった時にはいはい、など強い仕掛けができるような牌を残すみたいな。仕掛けを、まあ、意識して、うん、序盤から強く意識しているっていうことなんですかね。そうですね、まあ、あとなんだろう、上がるためという、まあ、単純に牌効率的に上がるためっていうよりは、まあ、見え方っていうのを意識しているような。あ、まあ、他の人の 見方とか、あと、まあ、自分の打点との兼ね合いとか。そうですね、あとは田村プロ の3ワンスルーとかは結構独特ですよね。あ、はいはい、まあ、独特というか割と境界バランスってああいうイメージだとは思うんですけど、鼻なすすぎわろこいつが、こいつが鼻そうなんですよ、僕がいるせいでね、今日女の子今日いないですよ、こいつしかいないです。夜光寺茂子、俺のせいです。夜光寺茂子です今日はメガネはこの鼻重いリアルの女の子もこれぐらいもっと重いやろ謝ってすいませんすいません。何のキャラなんですかこれ。まあ、これはテンパイ君っていう何のキャラでしたっけ勝手に使っといて何のキャラか分かんな い間違えると怖いな。確かに多分あれなんですけど、ちょっと間違えると怖いんでやめときます名前はテンパイ君です。メガネはって書いてますけど、メガネは家にあるんですが、まあ、今
視界室の、モニターの設備とか変わって、一応眼鏡なくても全く視力的には問題なく見える位置に。めっちゃコラス見てたじゃないですかさっき。いやこんな顔してる。視力じゃなくて画面のデカさ的な近いんです、めっちゃモニターは。そうですね、すごい。多分何型ですか、うん、これ70型ぐらいあるでしょ多分これ。ごっついですよね。どうですかね、もう普通の家庭にないぐらい大きい。そうですね。巻きましょう巻きましょう巻きましょう。もう2回戦いきます。巻きましょう。花ないんで巻きます。はい。